だからそういう意味では、ちょっとした、なんでしょうね、下積みだったりももちろんありますけど、曲を作って売るっていうことが軌道に乗ってったら全然食える仕事かなって思いますね。なんか、同人音楽の話はっていう話になってるとは思うんですけど、今から話しますので。で、同人音楽の結構この来てくれてるお客様の話を聞いてると、これってもしかして、なんだろう、これ偏見が混ざるんで、これ違うぞって言ったら全然違うって言ってくれても構いませんから、でもそれ言ったらバレる、なんかその人がお客様ってバレるのかな。とりあえず偏見なんで、じゃあこれ偏見だから当たってるとは思ってませんので、ただの自分の身勝手で話しますから、なんだろうな、信じるか信じないかあなた次第ぐらいで聞いてみてくださいね。で、まあ夏と冬のコミケがあるじゃないですか。コミケ。で、まあ年に2回その大きなイベントがあるんですよ、コミケって。夏と冬に。で、この夏と冬に、まあ、作品を出す体で考えるなら、大体、4ヶ月スペースって、まあ、冬から終わって夏になるまでちょっと長いですけど、大体8月に始まって12月だから、まあ、大体この期間は短いですよね、4ヶ月ぐらいで。で、冬場は12、まあ、12、まあ、大体ざっくりもう1月ですよね。1月いっぱいからもう、8月ぐらいまで、まあ大体7ヶ月って考えたら、7ヶ月の期間があるから、ちょっとここは長いんですけど、まあそれだけの制作期間が取れるわけですよ。その次の作品まで。で、結構売れるアーティストっていうか、その同人作家で売れるアーティスト、でもこれ金額出していいのかな？ ちょっと、なんだろうな、これちょっと、いろいろ、偏見があるからめちゃめちゃ言葉濁しますけど、年収、サラリーマンって何年ぐらいで、あの年収なんだろうな。でも金額言えないよね。いくらだろう。1回のコミケで、ちょっとこれ察してほしいんですけど、一回のコミケで年収一年、あ、ね、年収一年で言葉おかしいか、年収分って書いた方がいいかな。一般年収って書こうか、じゃあ。もちろんこれ、自分が何十人かに聞いた、この同人の関わってる人の十数人に聞いた話の平均的な、売れてる人の話を、こう、ちょっと言葉濁して話すんですけど、例えば夏だったら、それ1回ってのは夏だったら夏、冬だったら冬、だから計2回ってことになりますよね。その2回のうちの1回のコミケで売れてる同人作家って、一般人の年収ぐらいを稼いでるところがいたりするんですよ。これあくまで売れてる人だと思うんですけど、全員が全員とはそうは言わないですけど、自分が話を聞いた限り、結構売れてる同人作家の方は年収ぐらいを稼ぎ出す人も結構いるみたいなんですよね。その1回のコミケで。すごくないですか？まあ、例えば、年収って毎月働いてその値段じゃないですか。だから1年働いてるわけですよ。あ、別にこの1日だけ頑張ればいいって話じゃないですよ。これをまた作るために頑張ってますから、日々を。ただ、それ、自分の好きなことで、なおかつ自分のペースで働いて、この年収分を一日で稼ぎ出すのってすごくないですか？だからなんかコミケって、やっぱそういうなんだろうな、実際自分が好きでやってることで、それに対してまた求めてる人が、こう、買っていってるわけで素敵だなって思うんですよ。なんか もう全ての理解が一致してるじゃないですか。なんだろう。いい作品を提供できて、しかも本人も楽しんでて、で、それを求める人たちが、なんか喜んで買って楽しむってことで、なんかすごいウィンウィンな関係で、すごい素敵な場だなって思うんですよ。だからなんか、同人作家って思ってるよりすげえいいとこだなっていうのを、なんかこう、改めてっていうか、最近知ったんですよね。こうやってお店を構えて、
同人作家の人とこうやってギター直したりとかベース直したりとかするようになって話を聞いてると、同人作家って結構夢あるなって思ったんですよ。